はい、つぶつぶセブンスアニバーサリー11限定プレシブルルルルルル。もう何回プレイしたか分かんなくなると狂ってくるね。ついに現れましたフィリップ王子。さっきのね白雪姫にはねただの王子っていうことで名前ついてるんですけどね、眠れる森の美女になどフィリップっていう素敵な名前がついちゃうんですよね。画面中央のツムまとめて消しちゃっていきましょう。眠れる森の美女はなんだろうね、なんかねドラゴン魔女が姫を眠らせて最終的にドラゴンになってフィリップ王子にお手かかるんでしたかね。で妖精さんか何かがその弓矢とかを花に変えたりとかしてフィリップ王子をこう助けたりとか、そんなシーンがあった気がするけど、あっかっけえ、めちゃめちゃかっけえ、ちょっと見たい見たい、もう一回見たい、もう一回見たい、ちょ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 、なんか他のツム出しゃばらんで、他のツム出しゃばらんで、ちょ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 、あ、かっこいい、かっこいい、かっこいいのに全然フィリップ王子が使えない。見てて、ほら、めちゃめちゃかっこいい、ほら、うわー、かっけえ、フィリップ、フィリップのツムこんだけいるのにまだ6個しかないよ、やばくない？え、なんで？ちょっと待って、フィリップの出現率の低さよ。あ、その代わりでかいツム出てきてください。いくぜ、いいマジかこう、ジュバかっこいい、フィリップいいじゃん、ビジュアル最高、帽子ダサいけど、そういうこと言うからダメなんだよね。嘘です、帽子もかっこいいです。そして何よりもかーかっこいいな、てっきり眠れる森の美女だったんで、あのチューするシーンどんだけチュー好きなんだって思うんですけど、どんだけチュー好きなんだって話しますけどね。やっぱりね、なんかほら寝てる姫にキスをしてで起きてめでたしめでたしじゃないですか。そんなことをイメージしてたんで、まさかドラゴンをね、串刺しにして倒すあのシーンが出てくると思ってなかったんですよね。はい、フィリップ王子めちゃめちゃかっこよかったです。使って楽しかった。